若き勇者たちは、1984年制作のアメリカ合衆国の戦争映画。監督のジョン・ミリアスが熱烈な反共主義者として有名であることから、当時は、高派による露骨な反共宣伝映画、国威公用映画との批判も受けたが、実際には、戦場という非日常空間に放り出された、少年少女たちのサバイバルドラマであり、政治的なメッセージを帯びた作品ではない。 パトリックスウェイジ、シー・トーマス・ハウエル、チャーリー・シーン、ジェニファー・グレイ、リー・トンプソンといった当時の若手俳優が出演している。スウェイジとハウエルはアウトサイダーに続いての共演。また、スウェイジとグレイは本作での演技が評価され、ダーティ・ダンシングで再共演している。なお、本作品はアメリカにおいて初めて PG-13 指定を受けている。 ロッキー山脈のふもとにあるコロラド州の小さな町、カルメット。ある日、突如、ソ連、キューバ、ニカラグアの共産権連合軍が町に侵攻してきた。これに対して侵攻されたアメリカ、またカナダ、中国が戦線。核戦争に発展しワシントン DC、オマハ、カンザスシティ、北京は核攻撃で壊滅する。情け容赦ない攻撃の中、 地元の若者ジェドとマットの兄弟やその友人たちは山へ逃げ込み武器を取ってゲリラ戦を開始する。しかし仲間は次々と倒れ、ジェドたちは次第に追い詰められていく。劇中の設定を反映した世界地図。青、アメリカとその同盟国であるカナダ、イギリス、中国。赤、ソ連とその衛星国及び同盟国であるキューバ、ニカラグア。 緑、ヨーロッパの中立国。本作の世界においては、NATO はすでに解散している。矢印は、ソ連人英軍の侵略ルート。赤い点は、核兵器による攻撃を受けた、ワシントン DC、オマハ、カンザスシティ、北京を表す。本作の冒頭には、米英戦争以来、アメリカ本土は、敵の攻撃を受けたことはないという下りが登場するが、公開後この部分をめぐり、 カリフォルニア州をはじめとしたアメリカ西海岸各地の在京軍人会から抗議を受けた。太平洋戦争当時、アメリカ西海岸には規模は小さいながらも日本海軍の潜水艦による浮上砲撃や潜水艦搭載の水蒸気で爆撃を受け被害を出した場所があったためである。本作には東側の軍事装備が多数登場するが当時ではそれらの実物を使用している。 社会主義圏の国で撮影を行うことは難しく、また重機はともかく車両や航空機を購入してアメリカに集めることも難しかったため、車両、航空機を中心に多数がグロップレプリカとして制作された。戦車や対空自走砲、走行車はアメリカ製の軍用トラクターと軍用トラックを改造して外見を似せたもので、戦闘ヘリコプターは フランス製のヘリコプターを改造して制作された。これらの車両やヘリコプターは、本作の後も、ランボーさん、怒りのアフガンをはじめとして、数多くのアメリカ製戦争映画に東側の軍用車両役で登場している。ソ連軍を中国軍に置き換えたリメイク作品が制作されていたが、諸事情により撮影後に中国軍が北朝鮮軍に変更されることになり、 再編集によって公開は大幅に遅れて2012年11月21日に公開された。なお、このリメイク版は前編が特に結末が大幅に変更されている。同じように共産軍によるアメリカ侵攻をテーマにした作品。ありがとうございます。